さんこんにちは、ビーマル様です。ビーマル様はこれが地声なんですかってよく聞かれるんですけど、地声なわけないだろー、地声なわけないだろー、バカか。ビーマル様はこれは地声じゃありません。この声で喋ってたら頭おかしいだろー。こんな声がね、スタバカカでね、今日はカフェラテお願いしますとか言ったらびっくりするやろー。ビーマルね、こう地声ですよ。スタバに行く時はね、今日は公開しますよ地声を。カランカランカラン、いらっしゃいませ。カフェラテください。はい、サイズは何にしますか。ちょっと待ってください。お待たせしました。ごくごうまーい。普段はちょっとこんな感じで低いんですけど、まあ、YouTube の時はね、ブリッコさせてください。みんなもね、人にね、ピーマル様を教えるとき、おすすめするときにね、ピーマル様っていいよって言ってさ、どんな人なのって言って、こういう人だよって見せたときにさ、これじゃあピーマル様だとか言ってたらさ、こんな人教えんのって言われた。嫌やろ。ピーマル様が良くないっすか。な、そうだろう、だよな。なのでこれかも、あしたがしまかんくちゃかん、こんなかももな、バイバイ。皆さんこんにちは、ピーマン様です。この話をすると嘘だろうってめっちゃ言われるんだけど、本当のガチの話があって、ピーちゃんが今も引っ越したんですけど、引っ越す前の家の近くのコンビニがめちゃめちゃ面白くて、店員さんがね、コンビニの店員さんがめちゃめちゃ面白くて、で本当に自分家から徒歩1分のところにあるから、ずっとそのコンビニを使ってたんですよ。でそこのコンビニでレジ待ちをしてて、ピーちゃん、お客さんが前に1人いて、その後ろでピーちゃん待ってたんですよ。でその前のお客さんがパスタを温めてもらってて、店員さんに、で店員さんがパスタができた時に、店員さんがね、パスタができパスタって言ったの。バカ面白くて個人的にもめっちゃ面白くて笑いそうになったんだけど、もうその場の空気が死んでて、みんなこんな目だよ、みんなうんみたいな、はぁみたいな感じの目でここで笑ったら死ぬって思って我慢してるの我慢しちゃったら、わー悪いこと言ったな。いや空気読んじゃった。あでもピーちゃんが笑ったらワンちゃんみんなも笑ってくれたのかな。もうみんなね、どうしていいか分かんなくてパニック状態だったんだよ。はぁみたいな、どうするどうするみたいな。で店員さんもまあその空気を察して、あこうやってコンビニの袋に入れてありがとうございましたっていう、メンタル強っ。そこのコンビニ本当に面白いことが絶対起こるんですよ。あもう一つはいい話があって、ピーちゃんが夜中行ったら、いつも夜中にちょっと怖い、マジで、あの脱いだら入れ墨ブワーってあるんだろうなっていう、イカチー、本当にイカチー、もうアニメに出てきそうな人がいるんですよ。その人といつも会うんですよね。でめちゃめちゃ怖くて、でその時にピーちゃんが何買おうかなって選んでる時に、売り物のジュースを落としちゃったんです。ピーちゃんってなって、もう大パニックだよピーちゃん、うわーみたいな、でやばいと思って、その激怖お兄ちゃんに、すみませんみたいな、激怖お兄ちゃんが、カップが悪いんであなたは悪くないですよみたいな言われて、ポカーンってなって、えみたいな、このカップが悪いんで掃除しときますよ、大丈夫ですよみたいな言われて、もうね好きってなった。いやもう絶対刺されると思って、これワンちゃん右でフッドッツバチャーンってされるなと思って、めっちゃ怖い、もう本当に怖いんだけど、すっごく優しいっていう、惚れたね、見た目じゃないとはって思って。それでは皆さん高評価いっぱい食べてください。意味が悪いよ、ちゃ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 ちピーちゃんで霊とかを信じないようにしてるんですよ、怖いから。でもその子は結構なんかちょっと信憑性があるというか、うーちょっと辻褄があるというか、なんかちっちゃい話で言うと、電車のね、電車の踏切のところで、ね、その子が女の子の霊を見たなと思ったら花が添えられてあったりとか、あと友達の男の子の友達に霊がついてたんだよ。でずっと赤いマフラーをつけてる女の子がずっといるから、気になって言っちゃったんだって。赤いマフラーの女の子がついてるよって言ったら、その男の子が「あっ」って言い出して、それがストーカーの子が赤いマフラーつけてて気量を飛ばしてたみたいな、とかそういうちっちゃいことがちらほらわかる子
何でしょう、信じざるを得ない方なんですよね。そう、霊感のある人、その人に恐る恐る聞いたんですよ。ピーちゃん今あの霊いますかみたいな、取り付いてますかって言ったら、あ、なんか男の人の霊が取り付いてるって言われて、キーってなったんだよ。でもなんか悪い霊じゃなくて、なんか無表情の無の男の人がいるんだって。で、ピーちゃんのこの手を広げて、広げたらもう当たるくらいの位置にいるんだって、ずっと。てことはだよ、ピーちゃんがトイレしてる時もこういうことだよねって実はピーちゃんがお風呂入ってる時もこういうことだよねって。やだやだ、え、何それ、恥ずかしいんだけど。でいつもなんかズボン下ろす時とか、え、ちょ、すみませんって言っていつも下ろしてんだけど、え、やだっていう話てか今これ録音してる時もこうってことだよね。やだ恥ずかしすぎなんだけどっていう話っていう話。やっほー、ピーマリ様だよ。話をしようかなと思って、あの1回目のワクチンは本当にデカーってなりましたね。で、ちょっと熱はちょっとポテポテした感じ。ピーちゃんじゃあの体温計がないんで何度か分かんないんだけど、多分自分的には56度くらいだったかな。なんでやでだったんですけど、なんかこうワクチンをやった後にちょっとポテポテする感じだなと思ってたんだけど、なんか4日か5日後くらいに腕にそのワクチンやったところの腕のところがなんか髪跡みたいなのがついてて、兄弟いる人いる？兄弟喧嘩した時にさ腕をさ噛んだりとかした人いる？そんな感じのやつ。ピーちゃんよく噛んだり噛まれたりしてたんだけど、そんなやつがここにあって最初びっくりして、で最初ね、ピーちゃんがね、いやもう本当にバカだからピーちゃんもなんでこんな考えになったのかわかんないんだけど、寝てる隙に自分で噛んだのかなみたいな、ふわーみたいな感じで噛んだのかなって思ってたんだけど、よくよく考えたら、いやそんなことはねえだろって思ってちょっと怖くなったんだよ。え、だったらこれはなんだ、猫にしてはデカすぎんって思ったんだけど、ゆくゆくちょっとネットで調べたら、こういう感じのねなるみたいな、こういう跡とか出てくる人もいるみたいな書かれてあって、ふうって思ったんよね。あ、ミカです。で、まあ1回目はまあ良かったんですよ。腕が痛いし、なんか噛まれた跡あるくらいだけだったんですけど、もう2回目がやばくて、いやでもその前のね、この話よりもその注射し終わって帰る時になんかその受付の人に紙を渡すんだよね。で、紙を渡そうとした時になんか知らないおじさんにヤッホーみたいな、おつー久しぶりーみたいな言われて、で、ピーちゃんって思ったんだけど、なんかピーちゃんが忘れてるだけでなんか知り合いかもしれないと思って、あ、お久しぶりですって言ったの、ピーちゃん。そしたらおじさんが、あ、なんか知らない人だったわ、ごめんって言われて、で周りの人もちょっとみたいな、って思って、ちょっと恥ずかしかったの。で、次2回目の注射の時の話をします。2回目の時にね、もう2回目ちょっと本当にやばいって言われてたからちょっとねビビってたんですよ。お姉ちゅう出るかみょーって思って、でワクチンを打つ時にもう怖いから、筋肉注射痛いから、うー怖いですとか言ってたら、そのワクチンをやる人が、あ、じゃあはい刺しますねって言われて、ふぅーとか言ったら、で言って刺した方がいいっすかって言われて、刺せや早くって思ったけど、はいって言って、じゃあ刺しますねーって、はいー、なんやねんフェイント。で、まあ家に帰ります。で、そん時はもう本当にまだ大丈夫だったんですよ。なんかで寝る時に、神様お熱出ないようにしてくださいってお願いしながら寝たの。そしたらバカ出た、びっくりするぐらい出た、インフルエンザ思い出して、ピーちゃんね、あの昔ちっちゃい頃に42度とか41度を2回くらい出したことがあって、この話をすると友達に絶対言われるのが、脳に後遺症が残るよって言われるんだよね。怖ー、怖すぎそんなこと言わないでよ。その感覚だったら体温計ないからなんだかわかんないんだけどあの時は思い出して、もう本当に体が動かないということはこのことなりって思って、おかんとかもすごくて辛くてやばくて、ここで漏らしたらあかんと思って一生懸命体動かしてトイレ行ったんだけど、いやもうびっくりした、死ぬって思った、ワンちゃん死んでいるかもしれぬって思ったよね。でもね、すごく元気になった
ね。1日寝て2日目もちょっと休みながらね、なんかいろいろ作業してみたいなやったら、なんだよできたよということで、ワクチンのお話でした。バイバイ。みなさんこんにちは、ピーマル様です。わー、なんかピーマル様英語バージョンと中国語バージョンのシルブプレジデントを歌うことになっちゃった。ということで送られてきたのはこれ。読めるわけないだろう。全く英語ができないピーマル様、 This is words の意味もわからない。これどうやって歌うのかな。でも音源を聞きながら一生懸命練習してよ。だだだだだだだ、ファーセイド、 I'm carrying you out with it to you because you encompass a few articles cheese eerie concept to get to sorry gaba never is a bad near red oh this is a bad scene メニュー歌うわけないじゃん。なんだこれ。そして本番当日一生懸命練習してきたけど、すごく不安なピーマル様、お仕事の人に言ってみてよ。あの英語が本当にできません。大丈夫です、私できます。でも P さんなら大丈夫ですよと言ってくれたので、ちょっと安心。本番前にちょろっと歌を聴いてもらってよ。そしたら音を取ってくれる人に、おー全然いけるっしょって言われたので、あ、これいけるかもしれないと思って収録をしました。収録本番。ペパーのファンセイダーキャウイギョアビリチュチュチュー。あー、ピーマルさん、スキャンダルっていうところはっきり言った方がいいかもね。スキャンダル、あと途中で出てくるプレジデントっていうところも強調して歌ってほしいな。どこに書いてますかそれ。え、ちょっとこっちに来て一回練習をしようという感じで、たくさんの支えのおかげでなんと歌うことができたんです。なんか新しい挑戦っていう感じで、すごい新鮮な感じでしたね。はい、まあ次も英語バージョン歌えたら歌いたいなって思いますね。次はスラッと歌えるように頑張りたいと思います。はいはい、I have a pen, I have a apple. うわー、 apple pen, I am a penI am an apple. うわー、ペパーナポパップペン。しゃーれなんだこれな。うわー、しゃーれしゃーれなんだ。うわーなんだよな。うわーなんだ。うわー、シルブプレジデント英語バージョン、中国語バージョン投稿しているので、皆さんぜひ聞いてみてください。 YouTube ショートぜひ使ってください。バイバーイ。しゃーれ。皆さんこんにちは、ピーマン様です。この話はピーちゃんの2歳の時の話かな。学校の帰りにピーちゃんとマンジちゃんともう一人ね友達がいたの。その子を A ちゃんにしますね。その A ちゃんとピーちゃんとマンジちゃんと A ちゃんで帰り道一緒の方向だったからずっと一緒に帰ってたのね。その時ね一緒に帰ってたの帰ってたの。なんか A ちゃんでねちょっとドジっ子なんだよね。ちょっとねなんか何でもないところでつまずいたりする子っているじゃないですか。ちょっとこんなそういうね結構可愛い感じの子で、その子が帰る時ね帰ってる時にうわーって言って転んだの。転んだ時に1回転して2回転しそうな、からもう1回2回転しそうなくらいの勢いでこけたので、うわーあーあーってなって、うーなっていててって言ってたから、もうそのねそこがめっちゃ面白すぎて、その光景がピーちゃんとマンジちゃんがもうめっちゃね崩れ落ちるくらい
笑ったのもうギャッハッハみたいな、もう本当に転げ回るくらい笑ってしまってでうわぁみたいな、でもうずっとなんか10分くらいもう10分くらい笑ってたの。一緒に帰ってる間もうずっと笑ってて止まんなくて、笑いがもう思い出すだけで面白いから、もうずっと笑ってたら、もうやっぱりね、えいちゃんもすごくすごくイライラしてたんだよね。いやだってさ、そうじゃん、転んでさ痛かったのにさ大丈夫もなしにさ二人ともが10分間さ笑ってるからさ、やっぱりイライラするじゃん、なんだこいつみたいなって感じでめっちゃイライラしてたのね。だからごめんねみたいな、本当にごめんねごめんねって謝って、次の日も一緒に帰った時にめっちゃ謝ったの、昨日は本当にごめんねみたいな。そら A ちゃんもなんか、うん、もう全然いいけど次から笑わないでねって言った瞬間にね、ふって消えたの。 A ちゃんが笑わないでねって消えたら、またゴロゴロってこけこけちゃってさ、もうマジでさもう B ちゃんのマジでもうほんとにさ、もういやもうダメだって思って、もうバーって笑っちゃうね。またなんかちょっとピリピリってなるっていう話がありましたね。でもどうしてね、人がこけたところってさあんなに面白いんならもうほんとにごめんなさいって感じなんだけど、まあね、ほんとに今でもね仲良しです。終わりです。皆さんこんにちは、ひまりさまです。あの完全に身内ノリなんですけどみーちゃんの友達でまんじみたいな友達がいるんですよ。その友達はまんじちゃんって言ってるんですけど、その友達とね夜中の3時くらいにコンビニに行ったんですよ、一緒にそしたらコンビニから帰る時に知り合いに会ったんですよね。で知り合いに会って、ピーちゃんの知り合いだったから、あーみたいな、こんにちはって言ってそのまま帰ったんですよ、まんじちゃんとそしたらその知り合いがまんじちゃんのことを見てなんかいかついラッパーといたみたいな、ピーちゃんがいかつい怖いラッパーといた、ワンちゃん髪の長い男みたいなあー面白い、そら聞いたもんワンジちゃんのワンジちゃんの服装がちょっとやばかったんですよ。お団子して帽子かぶってここなんかここが気持ち悪かったんだけどそのまま夜中の3時だから誰もいないだろうと思って、まんじちゃんがなんかチワチワのティッシュみたいな T シャツで塗ってみたいな、から半袖 T シャツ、シワシワのティッシュみたいな半袖 T シャツとタオルでスリッパで出て一緒にコンビニ行ったら柄の悪いラッパーって勘違いさ。いや面白かった。でその知り合いがガチで心配してたみたいで、なんか悪い友達とつるんでるんじゃないかみたいなのめっちゃいや今その知り合いさ見てますか、めちゃめちゃ優しい女の子の友達だよー。それさまんじちゃんに言ったらさバカショック受けてていや普段はねちゃんとしてますから、まんじちゃんもあの時たまったまたまたま3時だったしねっていうような感じでした。それでは皆さんバイバイ、高評価押してくださいねピーマル様です。皆さん覚えてますか、ピーマル様がずっと前に B に取り憑かれているという動画を上げたことがありますよね。その話なんですけど、またね最近その B が見える友達に会ったんですよ。あんまり会いたくないですけど怖いからでもね その子はねめちゃめちゃ面白い子なんですけど、ちょっとちらつくんですよね。うわこの人幽霊見えるんだっけな、そういやみたいな感じでちょっと怖いんですよ。その子にまた会うことがありまして、ちょっとね聞かなきゃいいのに言ってしまったんですよ。ねえねえそういえばピーちゃんついてるってからですね、その子が前の男の人はいなくなった、今ついてるのはなんか女の人がめちゃめちゃピーちゃんの体に寄りかかってるって。なるほどなるほど、ってことはですよ今こういう感じですよねって。は普通に嫌なんですけど、携帯見てる時もさこういうことですよねって。は普通に嫌なんですけど、風呂入ってる時もこういうことですよねって。普通に邪魔なんですけど。でもねなんか取り付いてる霊は全然害のないって言ってるんですけど友達は。でも普通に考えて普通に嫌なんですけど、トイレする時もこんな感じなんです普通に嫌なんですけど、家賃払ってほしいんですけど、普通に住んでんじゃねえし。皆さん
こりちゃん、ビーマン様です。今回はですね、ビーマン様が生まれて3ヶ月くらいの時の話かな。僕の同じクラスの子で、ピーちゃんのね、席の前の席の子がめちゃめちゃ面白くて、めちゃめちゃ頭が良かった子がいたので、その子を B 君にしますね。その B 君がめっちゃ頭も良くて、めっちゃ話も面白くて、めちゃめちゃお気に入りだったの、 B ちゃんので。いつも勉強を教えてくれてて、でね、これってどういう意味って聞いたら、あ、これはね、これでこれでこうなるでしょってことはって言われて、あ、なるほど、こういうことかったら、そう、正解、じゃあこれもやってみようか、これはこれでこうなるでしょってことは、あ、これって意味だねみたいな感じの、めちゃめちゃ教え方もうまい、もう話も面白い、めっちゃ面白い子がいたんだよね。その子の家に集まってゲームしたりとか、もう雑談したりとか、もうめちゃめちゃ遊んだりしてて、めっちゃ仲良い男の子がいたんですよ。その B 君がね、もう B ちゃんが宿題をしてたんですよ。朝宿題しねえから宿題してた時に、これってどうやるんだろうと思って、 B 君が投稿してきたから、あ、B 君みたいな、でこれ教えてくれないって言ったら、 B 君が、あ、それね、あのねって言った瞬間にね、なんかね、信じられないんだけど、前髪がもう本当にね、みたいな、なんか、ほ、みたいな、なんかもうすごくて、なんなんだろう、本当にね、後ろから誰かにわーって来て、バシャーってされたようなくらいの、もう無残な前髪みたいな、なんかボ、なんかやばいね、本当にどうやって言えばいいかわからないくらい、もう本当にすごいことになってて、前髪、もう本当に見たことないくらいの、これ、それはどう、みたいな、なんか突っ込んでいいのか突っ込んじゃダメなのか、もう本当にわからないくらい、その時時が止まっちゃったの、ピーちゃん、って思ったけど、ふって見て、見ちゃいけないのかもって思って、パッて目をそらしたんだけど、でわーって教えてくれるじゃん、教えてもらって、あ、ありがとうありがとうって書くんだけど、もうずっと頭の中がその子の前髪のことばっかりなの。なんなんだろう、なんなんだろう、あん、なんなんだろうみたいな、なんかもう、なんなんだろう、本当になんなんだろうみたいな、なんかもうもう頭の中が前髪のことだらけでさ、いやでもなんか言っちゃいけないよなって思って言わなかったんだけど、その時にピーちゃんの隣の席の子が投稿してきた時に、その子に、あ、おはようピー、どっさん前髪キモーみたいな言ってて、その時にピーちゃんもさ、みたいな、言ったーと思って、うわーと思ったら、その子が、みたいな、前髪を、やっぱりいいかなみたいな、で、なんか、キモいよキモいよマジみたいな言ってて、いや、そこまでは言わなくてもって思ったけど、うん、確かにちょっと変かもって言ったら、あー、なんか実はさ、果物のエクで切ったんだよねもう二人もさ、みたいな、何で切ったったら、果物のナイフでパッ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 って切ったみたいな、ね、え、マジでそれ鏡ちゃんと見たって聞いたの、そいたら、見たよ見たよ、電子レンジで見たみたいないや、ほんとにやばいから、マジでトイレの鏡で見てきみたいな言って、で、その子分かったって言って見て来たら、もう、うわ、もうバラバラだねっていやもうね、その次の日にね、ちゃんと髪をね、美容院で切ってきたみたいな、まあ、よかったねって話になりました。もうすごかったんだから、もうフォー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 って切ったなんて、どういうこと終わりです。ピーマン様です。ちょっとね、急に思い出してめちゃくちゃイライラしてきたから、急遽の録音してます。めっちゃイライラしてきた。さっきお風呂入ってて、お風呂入ってる時って昔のこととかね、記憶をねちょっと思い出したりするじゃないですか。その時の一個めっちゃ思い出したことがあって、はちゃめちゃにイライラしてきて、その話をさせてください。僕、習い事してて、その習い事の、何の習い事か忘れたんだけど、その習い事ね、めちゃめちゃ先輩とも仲良くて、ちっちゃい頃に、で、結構ね、先輩とね喋ってたんだけど、その時ね、怖い話になって、で、この怖い話知ってるみたいな、先輩1と先輩2と先輩3が言っていて、え、なんだろうと思って、ピーちゃんと友達たち聞いてたんだよ。だからなんか、その時ね、親指探しみたいな感じのが流行ってて、なんか幽霊と遊ぶみたいな感じで、深夜の2時に友達と手をつないで目をつむって、なんか呪文を言うんだって。呪文を言ったら空想の世界に入るか分かんないんだけど、その世界に入って、で、なんか
探し物を探さないといけない。探し物を探してそのまままっすぐ帰ってこなきゃいけないんだって。その帰ってくる時にトントンって叩かれたりとか名前を呼ばれるんだって。その時に振り向いちゃいけない、返事をしちゃいけない。でしかもトントンって叩かれたらもう全力で走らなきゃいけないんだって。走ってゴールまで行くみたいな。で一回トントンってされて次またトントンってされたら終わりで、だからもう捕まえられないように頑張って走るみたいな感じがあったんだって。それ本当なのって言ったら、いや本当だよ、だってうちの友達二人死んだもんって言ったの。死んだの？そんな思って嘘みたいな。いやめっちゃ怖いじゃん。でやるって言われて、やるわけないじゃん。いや無理みたいな。やだやだってなって、で僕幽霊のさこうやるじゃん、幽霊と遊ぶやん。その時に死んだ子たちどうしたんですかみたいな聞いたの。そしたら、いやそれはみんなと一緒に運んで捨てたって。バカか。いや絶対嘘だよね。いや待って、絶対嘘だよね。そん時当時はみたいな、捨てたのいいのって思ったけど、今考えたらバカげてるよ。捨てたってバカじゃない。普通に考えたら、あ、死んだわ、よしみんなで運ぼう、よいしょよいしょ、ほい、このことは内緒にしような。犯罪者じゃん。いや絶対嘘だよ、めちゃめちゃ嘘ね、この話は嘘ね、絶対嘘だから。でよくよく話を聞いていくと、なんかその先輩の友達じゃなくて友達の友達がなんか死んだみたいな感じになってるんだよね、うん、はちゃめちゃに他人先輩はね知らないって言ってるんだけど、いやもうこれ噂が一人歩きするってもうこのことですよ。死ぬんだよこれやったら、死ぬんだよ、死んじゃうんだよ、死んじゃうんだよ、死んで死んだ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 ってな、やばいねこれ。絶対嘘でしょ、ましては捨てるかっていう、それニュースになるだろ普通に考えて。ご両親だろ、あ、なんか帰ってこないなぁ、ならんだろっていうね、ちょっとイライラして急に撮りましたっていう話をね、皆さんに言うだけの動画でした。終わり。皆さんこんにちは、かわいいかわいいピーマン様です。今日もねツイッターのピーマン様のサブアカウントで DM が送れるようにしてるんですけど、その DM でこんなのが来ました。パンツパンツパンツ見せて、ピッキアナクソワッショイケルパチョケルパチョケルパチョプミズ大事件。皆さんたくさんの DM 本当に本当にありがとうございます。先ほど紹介した人以外本当にありがとうございます。今日は面白い話をしようかなって思ってこの動画を撮ってみます。ですね、僕の友達にマンジ切ってる友達がいるんですよ。そのマンジ切ってる友達がね、そのマンジちゃんがコロナ前の時に先輩たちとカラオケに行ったんだって。でみんなはカラオケで懐かしいメロディーを歌おう、夏メロタイムみたいになったんだって。でその時にマンジちゃんがすみませんって言って、みんなえっつったら、まじちゃんが冬メロでもいいですか。みんなキャッターってめっちゃ面白かったこの話、もうずっと笑っちゃった。すいません、夏メロじゃなくて冬メロでもいいですか。でもね、この話を聞いた時に僕もね、一個思い出した話があって、で、自分歌を歌ってたんですよ、こうバー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 って歌を歌ってて、そしたら、知り合いの人にピーちゃんは歌謡曲が得意なのかなみたいなの言われたので、ピーちゃんがそうなんですか、じゃあ月曜曲とか木曜曲とかってあるんですかって言って、ほっ違う顔させてしまった、本当にごめんなさい。歌謡曲って火曜日の曲じゃないんだよ。みんな知ってた？この動画でまた一つ偉くなったね。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。しなかった人はボコボコのバッコバコのバキボコバカガのにしちゃうからね。皆さんこんにちは、ビーバル様です。ということで皆さん、小学校の頃着物係とか本係とかなんかそういう係とかあったじゃないですか。皆さんは何の係に入ってましたか？僕はですね、ガチで僕はお笑い係っていう係に入ってたんですよ。ガチで、なんかお笑い係っていうのは週に1回このお笑いのねネタを決めて、で週に1回みんなの前でお笑いを披露するっていうそういう係があるんですよ。で僕はそのお笑い係に入ってたんです。なんかどういうネタかっていうと本当にしょうもないんだけど、もう今思い出してもね恥ずかしいんだけど、なんか告白っていう題名で、僕が彼氏役 で友達が告白される女の子役、君のことが寿司です、で、彼女の人が、寿司？ふざけんじゃねえよ！みたいなこと言って笑いを取るっていう、いや何がおもろいみたいな感じのネタをやってたんです。許して、もう本当にうわー小学生だから。でそれで皆さん、マンジちゃんって
有子覚えてます？バカは風邪ひかないっていう動画で登場した。バカは風邪ひかないって知ってるって言った。いやバカだから風邪ひいたことに気づかないんだよって言って、なんか熱を測ったらそのマンジちゃんが38度ではにゃーみたいになったっていう、素晴らしい伏線回収をしたマンジちゃんっていう伝説の子がいるんですけど、その子と小学校一緒で、そのこのお笑い係でね話し合いをしてた時にマンジちゃんがトコトコトコってきて、マンジちゃんお笑い係じゃないんですけど、トコトコトコってきて、みんなみたいなみんながえどうしたのマンジちゃんみたいな言ったら、みんなに台本を書いてきましたで、みたいな、お笑い係じゃないのにマンジちゃん台本を書いてくれたの、お笑い係の、はい書いてきました、嬉しいってなって、もうみんなもうワクワクなんだよ。もうだって1週間後にさネタを見せなきゃいけないからさ、もう全然ネタ決めできてなくて、それをなぜか急にマンジちゃんがネタを書いてきましたって言ってネタを書いてきてくれたんですよ。でも本当にすごくて、一人一人の台本に、当時はね僕の笑い係の時は台本は自由帳に書いてこれ回し読みして頭で覚えてこうやっていくって感じだったんだけど、マンジちゃんは一人一人に台本を印刷してきてホッチキスで止めて持ってきてくれたの。でもなんてすごいんだみたいな。でもみんなもわーって見てみようぜってバッてやったの。だねなんかね、いや持ってきた台本の名前がコンビニっていう名前だったんです。題名だったんです。コンビニっていう名前 で主人公がこうコンビニでねご飯を買い漁るね、ご飯をこうレジに持って行ってお会計です、お会計1万なんぼですみたいなって言われて、その主人公がはいっつったんだけど、お財布を忘れてきてしまってやばいみたいな、どうしようどうしよう、あそうだ金貨を切ってお金がこんなに出てきた、ザクザクってなって、その後その人はお金持ちになりましたとさ終わり。いや怖っみんなみんなさドン引き、みんなで顔合わせて、これえはみたいなで男の子たちもさえ金玉の中にお金ってあるのみたいな話になって、金玉って切ったらお金ってやって出てくるわけないかみたいないやめっちゃなきゃみたいな感じになって、でもねマンジちゃんもニコニコしてるんですよ、ニコニコと、みんな頑張ってねみたいな感じなんだけど、あの申し訳ないけどマンジちゃんにはこの値段ボツにさせていただきましたねっていうお話でした。ということで皆さん12月もよろしくお願いします。ピーボル様でした。バイバーイ。皆さん12月11日12日両国国技館ピーボル様の初ワンマンライブピースパレードを来てくれた方、配信で見てくれた方、本当に本当にありがとうございます。すっごくすっごく楽しかったよ。一緒に遊んでくれてありがとう。で来れなかった子また次は絶対一緒に遊ぼうね。顔面見てやったぜ。でもなんかねファン層がすごくて、どういう子たちが来るのかなってずっと想像してたんだけど、もう全然想像が違って、めちゃめちゃ可愛い子からガチガチに僕が大好きなオタクっぽい男の子から、いやお前絶対興味ないやろっていうヤンキー、めちゃめちゃ怖いヤンキーから、ニコニコなママと可愛い子供と、絶対来るの嫌だったんだろうな、仕方なく行ってやるかっていうパパ、もういろんな人たちがいて僕はびっくりしました。見たー、すごくイケメンを探せ。いやめっちゃ楽しかった。うー戻りたいちょっと見てこれ全部お相撲さん、ケーキももらったの。かわいい、クッキーかわいくて食べられないよって言ってたら、友達がじゃあ食べてあげるって言われてこれ渡された。そういう意味じゃないだろう。誤差してたら変なツイート見つけた。ピーマル様のライブ行ってきた。2割くらい何言ってるか分かんなかったけど楽しかった。僕もね終わった後ライブ見直したんだよ、スタッフさんから映像もらって、そしたら8割くらい分かんなかった。これ2日目の写真。わーすごい、俺の右足。えこの子かわいい、え隣もかわいい、え隣もかわいい、え怒ってる、君は楽しんでる。皆さんたくさんお手紙もありがとうございます。なんとお手紙の中にデスノートが入ってました。怖い。でも中身は僕の絵が長文に綴られてました。いやもっと違うのなかったのかな。本当に皆さんありがとうございます。2日間とてもとても幸せな時間を過ごさせていただきました。本当に本当に本当にありがとうございます。涙ビヨーン。ツイキャスの方でまだライブが見れるので、気になった方はぜひ見てってね。